Good morning, everyone. ジーズ。今日も恒例のレースをやるぞ。みんな腕を磨くんだぞ。ジーズ。そこに書いてあるよ。わかった。今度はちょっと遠いぞ。道に迷うなよ。 Don't get lost。 竹内さん。おう、昨日の夜騒ぎがあったらしいな。そうなんですか。何でもバイクに乗った連中が喧嘩したとかで怪我人が出たらしいぜ。ああなあ、葉月、お前ってさ、どんな女の子が好みだ。いや、俺は特に。やっぱ彼女にすんならさ、可愛くて、いじらしくて、一途な子がいいよな。そうだな。どっかにそんな子いねえかな。見つかるといいな、マーク。なあ、リョウ。なんだ。お前、ガールフレンドはいるのか。え？いや、今はそれどころじゃないよ。でも、好きな子ぐらいいるんだろ。マーク、俺は。リョウ、お前にどんな目的があるのかは知らん。だけど、彼女の一人ぐらいいてもいいんじゃないのか。マーク。マーク。たまにはデートぐらいしろよ、リョウ。マークの言ってることはわかるよ。でも、俺は大切な人を巻き込みたくないんだ。リョウ、お前。矢田さん。兄ちゃんか。この前、喧嘩したんだって？あ、ええ、まあ。揉め事は困るよ。すいません。仕事に戻るか。18番倉庫だったな。
から。歩いてたらいきなりあの船員が。Hey, schoolboy, come on! お前。あ、兄貴。ここまでおいで。待て。聞いたか。引っかかったね。来やがったな。お前ら何を企んでる。知らねえな。うわっ。おう。Hey boy。お前らよくもゴロを。いい気になるダメね。なんだと。気をつけるね。今度はユーだけじゃ済まないよ。何？ユーのファミリーやフレンドがどうなっても知らないね。貴様！今日も終わりか。えい、お疲れさん。ほら、今日のバイト代だ。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき500円だ。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい、お疲れ様でした。りょう、ガッツンティップス。変な情報ゲットしたよ。変な情報？奴らがひそひそ話してた。流殺が近づいてるって。流殺？多分マッドエンジェルズの取引のことだ。奴ら妙にピリピリしてるからな。流殺？取引はいつなんだ？流殺という言葉の意味を知ってますか？流殺？なんだよそれは。マッドエンジェルスの奴らがそんなことを言っていたんです。なんだろうな。そういやこの頃あいつら葉月って人のことを聞いてたな。わかりました。悪いけど今仕事中でさ、話してる暇ないんだ。監督がうるさくてよ。わかりました。今仕事中。ごめんなさい、相手できない。聞いたぞ。マッドエンジェルスの奴らを追っとるそうじゃの。ええ、いろいろ事情はあるんじゃろうが、お主にもしものことがあったらどうするつもりじゃ。でも俺は。仕方あるまい。葉月流に万一のことがあると夢見が悪いからの。一つ技を教えといてやろう。え？この技は？残月という技じゃよ。避けると同時に相手の側面に飛び込み体当たりをするんじゃ。大勢を相手にするときにいちいち防御しとったら簡単に追い詰められてしまうからの。いざというときのために覚えておくといい。ありがとうございます。いいですか？はい。流殺って言葉、港で聞いたことあります。流殺？なんだいそれ。マッドエンジェルスの奴らがそんなことを言っていたんです。なんかの暗号じゃないの？他当たってくんないかな。わかりました。ビッグニュースだ。え？トニーとスミスがもうすぐ流殺だと話していた。
本当か、マーク。それでいつなんだ。多分数日後だ。わかった。 Be careful, Liu。 ああ、マークもな。 No problem。 俺よりもお前のことが心配だよ、リュウ。流殺の日、どこかに手がかりはないかな。簡単にはわからないだろうな。奴らにとってとても重要なことらしいからな。あいつらに直接聞くしか方法はないのか。そうかもしれない。だが、リュウ。わかってる。でも危険は覚悟の上だ、リュウ。荷物の入れ替えをやってくれないか。ああ。まずここにある荷物を第8倉庫へ運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら、今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。場所は知ってるな。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。よっ。間違わないように気をつけるんだぞ。ノルマはマップに書いてある。わかったよ。マイちゃん、ゴロ。兄貴、俺、堅気になるつもりなんすよ。真面目に働いて、こいつと結婚したいんす。結婚って、まだ高一だろ。両人知らないの？女の子は16で結婚できるの。でも、ゴロなんかと。だってゴロちゃん、頭悪いけど、ハートはすっごくいいんだ。でも、ゴロだぞ。じゃあ、兄貴、今日はこの辺で。じゃあね。ああ、どうも。勘弁してよ、疲れてんだ。村上。なあ、葉月、騒ぎ起こすんなら俺も混ぜろよ。ああ、はい、一応。葉月くんはいつまでバイト続けるの？決めてないですけど、そんなに長くは。取引のこと何か聞いてませんか？それって例のマッドエンジェルスのか？ええ、
そうです。わからないな。そうですか。さっき怪しい連中を見たけど関係あるかな。本当ですか。ああ、休憩所の前あたりを歩いてたよ。そうですか、どうも。おばさん。親方に叱られたのかい。困った時はいつでもおいで。なんか食べてくかい。いや、今は。ありがとうございました。マッドエンジェルスの取引って知りませんか。取引？さあ、わかりませんね。事務所からはあいつらに関わるなって言われてるんで。そうですか。なんだい？マッドエンジェルスの取引がいつなのか知りませんか。取引？何のですか？そんなこと聞かれても困るな。そうですか。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。